こんにちは。今日のニュースです。9月8日未明、自動車4000台を掲載した現代グループの船が転覆したとのことです。今日はそのニュースについてお伝えしていきます。最後までご覧いただけたら嬉しいです。事故の詳細。去る8日1時40分頃、米ジョージア州ブランズウィック港の沖合で船体が左舷方向に約80度傾く形で転覆した。乗船していた24人のうち韓国人6人を含む20人は救助され、韓国人4人の救助作業が進められている8日時点。そしてジョージアブランズウィック港から出港していた現代グロービス所属ゴールデンレイ号は、海峡を通って入港していた他の船を避けようと転倒事故に遭ったことが分かった。地元の新聞であるブランズウィックニュースによると、現場を目撃した住民グレゴリー・ロバーツ氏は、出港する船と入港する船が互いに近接するかと思ったら、出港した船が倒れ始めた。入港する船は海峡を無事に過ぎ港に入ることができたが、出港していた船は明らかに一方的に傾斜しながら越えていたと伝えた。ゴールデンレイ号と近接し事故を誘発したことで知られる船舶は、日本三井 OSK 社所有のエメラルドエース号と確認。この船は過去2012年三菱重工業が世界初ハイブリッド車の輸送用船舶で、トヨタ車を主に輸送している。エメラルドエース号は長さ 199.99m、 幅 32.26m であり、6400台ほどの車を一度に輸送することができ、太陽エネルギーなどを利用した排気ガスゼロの船として知られている。一方、緊急対策本部は事故原因についてはまだ具体的な説明を出せていない。対策本部側は失踪した船員4人の救助に総力を傾けており、事故の経緯は調査が終わり次第発表すると明らかにした。記事は以上です。数年前に起きた船の事故を誰もが連想しちゃいますね。船の事故って頻繁に起こるの？って思ってしまいます。なんと一部の警告の報道では、日本の船を避けてこうなった、日本のせいだという報道もあるようです。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。